はい、お疲れ様です。今日もねリバース1999動画を撮っていきたいと思います。ですね、今日やっていくのはちょっとね趣向を変えてテーレアですね、おすすめのテーレアっていうことでちょっと話をしていきたいと思うんですけど、まあこのゲームね育成素材がなかなかなくて、テーレアにね回せる素材って少ないんですよ。で自分も育ててみたいキャラはね多かったんですけど、まあ今回ね少し育てられたものがあるので、ちょっとその辺ご紹介させてもらおうかなと思います。まあもちろん全部を育てているわけじゃないので、育ててみてまあまあ強そうだなっていうのを、中心にね、紹介させていただくことになるんですけど、今回はですね星3ですね。星4が紫で星3はこの青で、星2に関して言うと自分持ってるのドアとミスラジオだけなんで、この上の青いとこですね、はい、星3の中でおすすめのキャラということで話をさせていただきたいと思います。でね、ララファウンテン、これはまあ強いっていうのはよく言われてると思うので、まあ、逆にね育ててない、はい、で、今回はララに関しては触れません。はい、レイラにもね皆さん持ってると思うので、まあそんなに言わなくていいのかなと思いますが、まあレイラニに関してもざっと言うと、まあ火力もね、まあそこそこ出ますよね。はい、そこそこ出るし、このね MP をね増やせるっていうのが、特徴になってます。まずバトル開始時に味方全員の MP が1プラスになるし、洞察1ね。でさらに追加で自分は MP プラス1ということで、 MP の出だしがいいよということになります。でこれはね結構アドバンテージで、実は星6とか星5のキャラではなかなか見ない性能かなと思います。で今回ね星3のキャラを育ててみて分かったんですけど、テーレアってねどうしてもダメージディーラー、メインアタッカーにはなり得ないんですけど、補助効果みたいなのがすげえ優秀なのが多いっすね、はい、でこのレイラニに関して言うと、アルティメット、これ範囲攻撃で 400% のリアルダメージでまあまあ入ります。火力自体も入るし、さらに味方の MP が2増えるということで MP の回転が非常に良くなるよという感じですね。でスペル1を見ると、まあこれも単体のリアルダメージなんですが、対象がデバフを持ってる場合追加でダメージが上がるということになっていて、まあこれはそんなに、まあ、普通かな、うん、デバフがあれば火力が上がるっていうアタッカー寄りのスペルになってますね。でスペル2もまあこれも同様というか、対象の HP が 50% 以下の時に追加のダメージが入るよということになっているので、まあレイナリアはですね火力を出すのもまあそこそこいけるんですけど、洞察の効果、開始時の MP、 そしてアルティメットを打った時の、味方全員に MP を2付与するっていうのがめちゃくちゃ強い、はい、でこれはテーレアの星3なんですけど、非常に使い勝手はいいと思いますので、まあぜひね育ててない人っていうのはまあいないよね、多分大体育ってんじゃねえかなと思いますけど、洞察1、そしてアルティメットの効果っていうのは非常に使えると思いますので、ぜひ検討いただけるといいかなというふうに思います。で次が本当ね星3の中で一番強いんじゃねえかなと思っているのがこの人、リサ&ルイス。今ね待ち受けにもしてるんですけど、これはねめちゃくちゃ強いと思いますね、はあ、今ね洞察2レベル50、まあ星3星4は洞察2までしかいがないので、まあそれが欠点でもあるんですけど、まずスペルから見ていきましょうか。スペル1ね、はい、これがランク2からデバフ効果になるんですけど、まずここが強くて、メンタル防御、対象ね単体攻撃なんで対象1つなんですけど、メンタル防御を下げるんですよ。でランク2で 25% 下げて3で 35% 下げるんですね。でこのねダウン率はねめちゃくちゃ高い、はい、シャーマインがねこんなに下げなかったですよ確か。これはかなり星3のデバフ効果とは思えないぐらい高いですね、はい。さらにこれランク2は2ターンなんですけど、ランク3は3ターンの間メンタル防御は 35% 下がりますので、非常にメンタルアタッカーと組ませるっていうのはありだし、
まあシャーマインね、今後出ますけど、シャーマインって何が優秀かって言われてるかっていうと、まあコーンブルメがリアル防御下げるのに対してメンタル防御も下げるので汎用性ありますよって言ってるんですけど、このメンタル防御を下げるっていう点においてはですよ、リサ&ルイスがいれば、かなり強いと思いませんか。はい、これね強いっす。はい、でこれスペル2の方ね、これはランク1からデバフなんですけど、範囲なんで敵全員ですね、虚弱を付与しつつクリティカル防御力を 30%40%50% 下げます。やばくないですかこれ。でこれが持続時間がランク1と2が2ターンなんですけど、3から3ターンですよ。3ターンクリティカル防御力が 50% ダウンって聞いたことがないですね。うん、星5星6で聞いたことがない。だからこれもさ、メンタル防御を下げてクリティカル防御を下げてってことは、メンタルのアタッカーのクリティカルが入ったらえぐいなというのが想像できると思うんですけど、いやーこれが本当に強いんじゃないかなと思うんですよね。でこのランク3の敵全員に虚弱を2スタックだしね、これも強い。攻撃するときにダメージボーナスがマイナス 25% っていうのが2回ね敵全員に入るってことなので、非常に優れてるデバッファーですね。はい、あでこれ言い忘れてるんですけど、凸効果がマックスになってるんで、その辺の恩恵もあるっていうのが前提の話です。凸が5になることによって今言ったようなクリティカル防御のダウン率とかが影響されるということなので、まあ5凸っていうので話してます。はい、でさらにこれ恐ろしいのが洞察1を見てください。1ターンおきに1ターンの刻印術式状態になるというふうになって、これ何かっていうと、付与した状態効果の持続ターンが1上がるっていうふうになってて、これはねちょっとあんまり意味は分かってないんだけど、おそらくですけど1ターンおきにだから、例えば、まあ、奇数ターンになった時にその時に付与されて状態効果が持続が増えるっていうことだと思うんですよね。なので洞察効果で、持続ターンも増えてしまうということなので、非常に優秀なデバッファーということで、今ね激アツ、で待ち受けにもしちゃってる、これやばいんじゃないかなと思います。はい、で最後もう一体紹介して終わりたいと思うんですけど、ジョン・タイター、これはね見た目が好きで育ててみました。洞察2のまだレベル44までしか、育てられてないんですが、これもね凸は5までできてます。はい、見た目良くないですかこれね、なんか強そうで、これね何が優秀かっていうと、アルティメットですね、65536バイト、これが強くて範囲バフなんですけど、敵全員のバフを一気に解除します。ステータス上昇、状態強化、カウンターを全て解除して、味方全員のデバフを全て解除します。はい、これがまず強いですよね。ステージによってはもうバフもりもりでこっちにいろいろデバフを撒いてくるステージあると思うんで、そういったところでこのキャラがアルティメットを打てばそれが全て解除される。非常に強い。でさらにそれだけでは終わらなくて、また味方全員に3ターンのですよ、攻撃力 ×200% 分のシールドを付与します。はい、これ3ターンってエグくて、テナントとかって1ターンだったと思いますよ。2ターンいったっけ、シールドってそんなについてるっていう感じなんですよ。3ターンだからね。まあもちろんね、攻撃力 ×200% 分の耐久なので、それが崩れてしまえば3ターン経過する前になくなるんですけど、いやこれは非常に強いなと思ってますね。このシールドを定期的に貼り続けていればヒーラーいらずとも言える、まあアルティメットなんでね、そうポンポン打てないんですけど、このアルティメットは非常に強いんじゃないかなというふうに思ってますね。でスペル1はもうリアルダメージですね、これはまあ普通。でこの、ヒールの方、スペル2の方がヒールになっていて自己回復ですね、3ターンの間余ダメージが 40% アップし、さらに自己回復状態を獲得し、ターン開始時に失った HP の 35% を回復すると。まあこれはね自分だけなんでそんなに強くはないんですけど、まあ自分は死ににくくなるよっていうことですね。でこれはね洞察効果によっても強くなっていて、洞察1で行動終了後に失った HP の 15% を回復するということで、
まあそこそこですね、そこそこ自分の耐久っていうのは守れるかなっていう感じ。まあ火力を出すっていうことは、まあ星3なので求めていないので、自己回復で耐久を上げつつ、なんとかアルティメットを定期的に打っていきたいというような運用になるかなと思います。バフ解除、デバフ浄化をしてシールドを3ターン張るっていうのが非常に強いなと思ってますね。はい、ということで今回はですね、星さんの実は隠れたおすすめキャラということで紹介させていただきました。特にね、リサ&ルイス、これは強いんじゃないかなと思っていて、もしかするとシャーマインを取れない場合にこれは非常に強く使えるんじゃないかなと思ってます。これのね、使用感の動画もね、上げていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちいただきたいと思います。はい、ということで今回はね、こんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。